全システム準備完了。メインエンジンスタート。SRBを引いた。リフトオフ。充填帳エース初号機後継機を搭載した H2A ロケット44号機は2021年10月26日午前11時19分37秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げ以降、ロケットの管制は吉野部発射管制塔から竹崎総合司令塔に引き継がれています。40